今ネット上でハッシュタグ確定申告ボイコットという言葉が飛び交っていますこの言葉ご存知でしょうか国民に説明責任を果たすと言いながら完全公開に反対するとは国民への裏切りです立憲民主党務所属の木井隆です岸田総理よろしくお願いいたします 早速質問に入ります総理、まず、納税者の皆さんに一言お願いしますはいあの、えー、納税の時期を迎えて、まずもって政治とカ、まあ、金の問題をめぐって、えー、国民の皆さんに、まあ、強い、えー、この懸念の思い、不,、えー不,えー、不信の思い、えー、こうしたものを引き起こしていることについて、えー、自民党として、 えーえー、強い危機感を感じ、心からお詫びを、えー、申し上げる次第であります。まあ、その上で、えーまあ、税というもの、えー、これは、えー、社会を支える公的なサービスを、この皆で分かち合う,うものであり、えー、国民の生活と財産を守るために必要な公的サービス、これを維持するものであります。まあ、ぜひ、えー、このの法令にのっとり 申告納税についてご協力いただくようお願いを、えー、させていただく次第であります不審の思いを国民に抱かせている危機感とともにお詫びということでありました危機感を強く持つべきだということをまず申し上げたいと思います今日の私の質問は裏金問題です裏金の税務処理脱税の疑いについて伺うわけですが総理 今、ネット上でハッシュタグ、確定申告ボイコットという言葉が飛び交っています、この言葉ご存じでしょうか、ご存じでしたら、どのように受け止めておられますかはいご指摘のように SN、SNS において、確定申告ボイコットというハッシュタグがつけられた投稿が多く見られるということ、私もまあ承知をしております。こうしたあの事態を受けて 改めて国民の皆さんの厳しい目を強く感じているところであります。国民の信頼回復に向けて、強い覚悟を持って望まなければならない、これを改めて感じているところであります自民党議員による裏金や脱税の問題に対する納税者の怒りを表しているのがこの言葉ですハッシュタグとしてピーク時には 10万件を超えてネット上で大きなうねになりましたまた今再燃しているというふうに思っています確定申告で国民が起こるのは当たり前です国民には適切な納税を先ほども総理が求められましたしかし一方で政治家だけ特別扱いだとの強い怒りも巻き起こっています先ほどの岡本拓子議員とのやり取りを聞いておりましても結果的に子育ては増税自民は脱税 なのかと国民は受け止めるわけです。今回の裏金、税金を納めるべき裏金があるのではないかと国民は疑っています。実際に今回の自民党派閥のいわゆる裏金には、雑所得として課税対象となる可能性があります。仮に納税していなければ、裏金があった。 自民党議員は脱税している可能性があります総理、今回の裏金、脱税していませんかあの政治資金については、それがこの政治家の関連政治団体、えー、またはこの政治家個人、このいずれに帰属するかによって、課税関係が異なる、えー、こうしたことでありますが。 まあ一般的に政治家の関連政治団体が他の政治団体、えー、そのあち派閥から、この政治資金を受け,受ける行為は、えー、法人税法上の収益事業に該当せず、法人税の課税関係は生じないと承知をしています。他方、政治家個人が受領した政治資金については、一般的に雑所得の収入として取り扱われ、収入金額から必要経費、 すなわち政治活動のために支出した費用を控除した後、残金がない場合には、課税関係は生じないと承知しております。まあ、いずれにしても政治資金について、法令等にのっとり、適切に取り扱われることが必要であると認識をしておりますおかしいですね。実態をきちんと調べきれていないのに、そこまでのルールのせいで本当に言えるのか。 この裏金については、2月22日の衆議院予算委員会で、鈴木財務大臣が、政治活動に使わなかった残額を個人の所得として納税を行うかは、政治責任を果たすという観点で、議員が判断すべきだと、こう答弁をされました。納税を行うかは議員が判断という話であります。しかし、先ほどの総理がおっしゃった内容とは矛盾します。ずれていると思います。 総理この納税を行うかは議員が判断この財務大臣の答弁を総理も同じ見解だとおっしゃいますか総理総理財務大臣鈴木衆一君ま,まずご本人に答弁をしていただいてま,すりますのであり、えー、答弁をさせていただきたいと思います、あのー、納税するか否かはあのー、議員の判断とお述べたがとそういうことは 言ってていいいないわけでございまして私が申し上げた意図は、ですね所得税は申告納税制度の上に成り立っておりまして、一般国民であれ、国会議員であれ、まずは納税者において、自身の収入や経費を正しく計算して、所得が発生した場合には申告していただくということになります。政治資金の場合は例えばば個人に帰属をしていれば えー、そこで、えー、必要経費、すなわち政治、えー、活動に使ったものを控除して、余りがあれば、これは確定申告をしなければいけない、納税をしなければいけない、それは再々ですね、あの先週の,あの答弁あの、こちらの答弁でも答えたところでございます。で先日の発言は、えー、政治が国民の信頼の下で成り立っていることを鑑みれば、えー、政治責任を果たすという意味で、自ら課税関係をしっかりと確認し、 法令等に乗った判断をすることで疑義を晴らしていただきたいという考えで申し上げたものであります総理今の考え方で同じですかえっと当然政府としての考え方であります先ほど私からは財務大臣の答弁として個人の所得として納税を行うかは議員が判断すべきだということきちんと答弁を全部引いてご紹介を申し上げていますしかしここはですね 本来でしたら、きちんと納めるべきは納めるべきだと、納税するか議員個人の判断ではなく、納税は国民の義務だ、脱税は犯罪だ、憲法30条にある納税義務を守ってくださいというべきではないですかと、昨年6月公表されました国税庁のパンフレットには、このような記述があります。パネルをご覧ください脱脱税税はは犯罪脱税者は見つかる 査察官は見つける実はこれはパンフレットのコピーなんですが今日はお許しをいただいてポスターも持ってきました<ー>実物としてこのようなポスターも作られているわけであります非常に重たい文言がたくさん書いてあると思います <laughs> 総理脱税者が誰であってもそれが自民党議員であっても 見つかる。査察官は見つける。自民党議員だっても見つける。そういうことでよろしいですね、総理。はい。あの当然のことだと思います。まあ、一般論として、国税庁はあの課税上有効な各種資料あるいは情報この収集に平時から努めていると承知しておりますし、課税上問題があると認められた場合には。 税務調査を行うなど、まあ、適正、そして公平な課税の実現に努めているものであると認識をしております国税庁は過去の職員募集のポスターでも、巨悪と戦うなんてドラマの中だけの話だと思っていた、あるいは私たちはどんな不正も見逃さない、正義感、正義感の感は官僚の感でした、と発信しています。文字通り脱税とといいう巨悪と戦い 達成という不正を見逃さない仕事を国税庁は果たすべきですし、岸田総理も引き続きそのように促すべきだと考えます。さて、そもそも今回の裏金、政治資金であるならば、収入として、収入があった時点で、政治資金収支報告書にきちんと書いておかなければなりません。政治資金収支報告書に収入として書いていなかった裏金を、隠していたのがばれてから、 事後報告で政治資金の収入でしたということが通じるならば、政治資金規正法による規制の意味はありません。収入は不明と書いて通用するなら、そもそも納税とは何だと国民が受け止めて当然だと考えます。支出にしても、使っていないならば使っていないで最初から、繰り越し欄に書いておかねばなりません。政治資金収支報告書に支出にも繰り越しにも書いていなかった裏金を、 隠していたのがばれてから、事後報告で政治資金の支出あるいは繰り越し停たということが通じるならば、いわば何でもありです。法律による規制が働きません。パネルをご覧ください。自民党、萩生田光一議員の政党支部の収支報告書です。支出ななどもも不不不明不明不明領収書のの確認もされていないのに修正申告を選挙管理委員会が 受理してしまっています国税庁に確認します確定申告で国民が同じように領収書なしで不明と申告したら国は認めますか受理しますか国税庁一般論で結構ですいかがでしょうかお答え申し上げます一般論でございますが申告におきましてまあ、必要経費の判断はまあ、単に領収書等の書類の有無の,のみで判断するのではなくまあ、その支出の事実の有無及び当該支出が 必要に当たるかどうかの検討を行って判断するということでございます質問に答えていただけませんが、税務署から確認をし、また実質的な見直しを依頼すると、そういう取り組みになるんじゃないんですか、国税庁、もう一回答えてください。ご正式にお願いします答え申し上げます。一般論として申し上げますと、収入金額や所得金額の記載欄に不明と記載された収入国者が提出された場合に、税務署におきまして、その事者に対して、 電話や文書により申告内容の確認、及び自主的な申告を依頼させていただくことがあるということでございます総理、総理にお伺いします。<laughs> 確定申告で国民が同じように領収書なしで不明と申告したら、国は認めますか、総理お答えくださいすみません、ちょっと今、質問が聞き取れなかったんですが、確定申告として。国民が同じように領収書なしで不明と申告したら、認めるか。うん これは今、国税庁から答弁があったとおりだと承知しております国民の確定申告を取り扱いと、先ほどご紹介をしたこのような不明不明不明といったことが授与されるということ、ここがダブルスタンダードで運用されてしまうと、国民には厳しく、そして人民に優しいというふうに受け止めてしまう可能性があるというふうに考えています。実際に多くのの国民の受け止めは例えば 民間企業の従業員の方からは、政治家は裏金問題でまともな結論を出さないなら、源泉徴収をやめてもらって、納得してから自分で払うようにしたいぐらいだと、こうした声も届くわけであります総理、この源泉徴収をやめてほしい、納得してから税金を納めたいという声にどう答えますか。あのそういった国民の皆さんの声を、えーまあ、深刻に受け止めなければならないとまあ考えます。 そのためにも、政治の信頼回復、政治と金の問題について、この努力をしなければならない、信頼回復に努めなければならない、こういった思いを強く感じます今回の,この収,入収支報告書に収入でも支出でも書いていなかった裏金は、その入手後に自民党議員個人がその存在を認識して所有していたならば、それは、 個人の雑所得として取り扱いルールに則った納税をすべきです確定申告をされた国民の皆さんからは政治家だけ特別扱いか脱税を許すなきちんと調べろと怒りの声があちこちで上がっていますパネルをご覧ください毎日新聞の世論調査では自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件をめぐり問題のあった自民党議員を 国税当局が調査すべきか聞いたところ、調査すべきだが93%を占めました。極めて高い数字です。脱税を許してはなりません。総理、今回の裏金についてきちんと調べて、脱税させず、きちんと納税するように促していただけますか。あの国税庁においては、まあ一般論としてさまざまな機会を捉えて課税上、えー、必要な。 資料ですとか、情報収集に努めて、課税上問題があるとしたならば、税務調査に入るなど、公正、そして適正な課税の実現に努めていると認識をしています。そしてその上で、この対応を国税庁に指示するべきだというご質問でありますが、この点については、これはその個別の事案について、 税務行政の中立性、これを維持する観点から、内閣総理大臣であっても、あるいはこの財務大臣であっても、これは具体的に指示を行うことは控えなければならない、このように考えておりますこれ、きちんとした国側からの調査なくしてです、ね、国民納得得られるとは、とても思いません今回のです、ね、裏金、そもそも脱税額がどれぐらいになるかと。 いう点をご指摘したいと思います。二月二十一日予算委員会の立憲民主党山岸一誠議員の質問で。雑誌所得二千万円を修正申告した場合に。いくら税金がかかるかとの問いに。国税庁が機械的試算として、以下のように答えています。パネルをご覧ください。実績に申告した場合には。納めるべき所得税額が五年間分で八百万円。延滞金十九万六千八百円の計約八百十九万円です。 税務調査が入った結果の修正申告、800万円に加えて、延滞税が19万6800円、過少申告加算税80万円、合計で899万6800円,円です。さらに、仮に過少申告加算税の代わりに、重加算税が課された場合、悪質な場合には、重加算税280万円、延滞税57万3300円となり、この最悪の場合の合計は、1137万3300円となります。 パネルでは1番番目目と3番目のケースを示しています今回、これまでに明らかになった収支負債総額、裏金の総額、安倍派は13億5157万円、二階派は3億8082万円、高知会は3059万円、これらを雑所得として修正申告したなら、所得税だけでも数億円単位の脱税が明らかになる計算となります。住民税も含めると、さらに脱税額は跳ね上がります。 自民党が納税検討との報道もありましたが立ち消えています数億円単位の脱税可能性を知った納税者はどう思うか税金を納めるのが馬鹿らしいとの声もあちこちで上がっています総理やはり今回の裏金についてですね、自主的に国税庁を任せるということではなくてきちんと調べて自民党の裏金議員脱税させずにきちんと納税するように促すべきであります総理やっていただけますか あのまずご指摘の試算ですが、まあ、これについては、御党の,の方から指定,指定があった収入が個人に帰属する、収入から必要経費を控除しても残額があるといった仮定に基づいて、納税額、機械的に計算したもの、このように承知をしています。他方先ほども申しし上げましたが 政治資金についてはそれが政治家の関連政治団体または政治家個人いずれに帰属する方にかによって課税関係が異なります個々の事実関係を精査する必要があるわけでありますがまあこうしたことを考えますとこの一定の過程を置いた資産に基づいて多額の課税漏れが疑われるという指摘これは必ずしも適当ではないと考えております 政治資金の帰属がどうかという点を、国で調べていないのに、そこはですね言い切れないというふうに考えます。これまで総理は真摯にと、80回以上も答弁とおっしゃっていただきましたが、ここで,ですね万が一脱税があって、それを見逃したら、その脱税を見逃してしまう総理は、果たして真摯と言えるのか、言っていることで当てることが違うと、現行不一致だというふうに、国民は受け止めるんじゃないかというふうに考えます。 今回の自民党派閥の裏金については、雑所得として取り扱うべきものをきちんと課税の対象とすること、政治家がルールに則っった納税をすることを強く求めます。時間も限られてまいりましたので、続いて、今回の裏金の疑いのある自民党衆議院議員51名、全員の政治倫理審査会での弁明について、総理に伺います。 自民党調査では、この裏金疑いの議員は、衆議院議員で51名、参議院議員で31名、合計82名でした。この間、この82名からは、国会に対する説明はなされていません。このうちの51名の衆議院議員は、衆議院政治倫理審査会に出席して、自ら国民に説明をすべきです。総理ももこれまで今後もあらゆる機会を捉え 国民の信頼回復に向けて説明責任を明確に果たすよう求めていくとおっしゃっております本日の委員会でもそのような趣旨の答弁がありました成林審での弁明はまさに説明責任を果たすあらゆる機会のど真ん中だと考えます全員に対してこの五十一名全員に対して成林審での弁明を促すべきですさて総理午前中の野田佳彦議員と総理のやりとりの後十二時から成林審の幹事会が開かれました 自民党からは、なんと傍聴、撮影録音、院内テレビ、会議録のいずれも許さないとの完全非公開が提案をされ、我々野党からは完全公開を求め、幹事会は休憩となっています。総理、なぜ自民党は、成倫審の完全非公開を提案したんですか。からは完全公開を主張しましまたが 自民党が反対をしたわけです完全非公開提案をした自民党、この総裁は、責任者は岸田総理、あなたです。国民に説明責任を果たすと言いながら、完全公開に反対するとは、国民への裏切りです。話が違います。どうやって国民に内容を届けるんですか。映像ももも議事録もマスコミ取材も含めて 完全公開すすべきです今からでもこの場で自民党総裁として、成林審の完全公開を支持してくださいえっとこれは午前中、えー、1回お答えいたしましたが、えー、衆議院の成林審の規則、えー、第23条、これ1項において、まず、えー、傍聴は許さない、えー、これをこの明記した上で、第3項において、 傍聴について対象となる議員の意思を尊重するこのようにこの規定されていますそういしたまあ規定に基づいてこの今調整が行われていると承知をしていますこういった規定がありながらも過去においてはこの完全な非公開もあれば議員のみの傍聴もあれば議員とマスコミの傍聴がといった形態もありました、まあ、このそして逆に 完全な非公開というのは、過去長い歴史の中でも1件しかないというのが実情であります。まあ、こうした中でまあ、説明責任を尽くす観点から、裁量の方,方,方法が取られること、えー、これをまあ期待しております。いずれにせよ、あらゆる場面を通じて、説明、えー、努力を促していくことは、党の基本的な方針であります期待ではだめなんです。総理がが支持して自民党が賛成すれば 完全公開が決められます完全非公開では国民に説明が届きません説明責任を尽くすよう促していきたいと言いながら完全非公開では全く反対の状況ですこれでは国民は納得しませんこれまでも弁明の会を求めている議員は自民党の中にもたくさんおられました出てくるのはたったの5名です2階派の会長2回都市議員はなぜ出てこないんですか萩生田議員や下村議員はなぜ出てこないんですか 1000万円以上の莫大な裏金のあった議員もなぜ出てこないんですか国民は見ています総理最後にお聞きしますぜひ裏金関係議員全員の精霊審での弁明出席を促してください先ほど申し上げた精霊審の規則に基づいてこの精霊審の形式について今関係者が議論を行っておりますいずれにせよ あらゆるこの機会を通じて、えー、説明、えー、責任を果たしていく、えー、これを党としても促していくこの方針は変わりません国民は納得してないと思います引き続き全員の出席を求めていくことを申し上げ質問を終わりますありがとうございました